神戸本部、六甲アイランド株式会社ダイヤモンドフェリーは、かつて存在した海運会社である。阪神地区から大分、布市へのフェリーを運行していた。商船三井系列となった後、2009年9月に完全子会社となった。さらに、同年10月、営業部門を同じ商船三井系列の関西汽船と共に、フェリーサンフラワーへ移管した後、 2011年10月1日に関西汽船と共にフェリーサンフラワーに合併した大阪南港に入港するダイヤモンドフェリーのサンフラワー中九州航路南九州航路ファンネルマーク会社合併時点の状況を記述するファンネルマークはかつては会社の頭文字をあしらったものが使用されていたが営業部門がフェリーサンフラワーへ統合されたことに伴い サンフラワーレッドと呼ばれる太陽マークの太陽部分の赤色に変更された。船体塗装は合併前からダイヤモンドフェリーが運航していた航路で運航していた船舶は白地の塗装にダイヤモンドフェリーのシンボルとも言えるダイヤモンドをつけたイルカの絵が描かれていたが2007年11月に就航した新造船は当初からサンフラワー塗装となった。なお、 現在の南九州航路は、旧会社時代からサンフラワー塗装となっていたが、青帯の有無など多少の差異はある。中九州航路サンフラワーゴールド大阪南港、共通設計のサンフラワーゴールド、サンフラワーパールが就航している。船舶ごとの洋木南九州航路、初代サンフラワー霧島大阪南港、フェリーダイヤモンド神戸港ブルーダイヤモンド別府港、 クイーンダイヤモンド神戸港かつてのファンネルマーク、会社合併時点の状況を記述する。突起なき場合は、全等級利用可能だが、各種割引を重複しての適用は不可。トラックは、軽トラックを含め往復割引を除くすべての割引が適用できない。なお、中九州航路と南九州航路は、各種割引の相互利用ができないほか、予約業務も別個に行っている。 2008年3月に発足したダイヤモンドフェリー関西汽船の中九州航路利用者向け会員制度入会金1000円を支払えば会員証が発行され以降は乗船手続き時に会員証をま独自に提示すれば所定の割引を何回でも受けることができる継続手続きは有効期限1年間の経過後次の乗船時に新たに1000円を支払えばよい なお、南九州航路及び、関西汽船の小倉航路、小豆島季節便では使用できない。カードの利用は、会員本人に限られるが、会員本人の他に同乗者がいる場合は、記名本人を含めて同時に5名まで利用可能。他の割引との併用は不可。また、繁忙期の利用制限や割引率が変更される、期間がある。ありがとうございます。